ございます。朝から28度あるんですけど、曇りなのでまだ大丈夫です。これね、太陽カンカン照りで朝から28度だともう多分アスファルト暑いです。行きましょう。先日ね、格闘技の大会を応援して見てたんですけど、そこで肌と気がついたのが、人間は競争とか戦いが結構もともと好きな性質があるってことなんですね。スポーツが盛り上がるのは、応援する人もチームも選手も興行者も、競争とか戦いが好きだからですよね。でそれを安全な場所でルールを決めてやりましょうっていうのがスポーツですね。で今その学校とかで競争をなくすとかね、競争しないみたいなことを運動会とかでやってますけど、なんか私は個人的には違うって思ってて、適正なルールの下での競争ってした方がいいと思ってて、じゃないとね、国同士の威信とかって言って戦争を起こすじゃないですか。人類ってどれだけ発展しても戦争がなくならないっていうのは、勝ちたいっていう気持ちが人間のその本質だからだと思うんですね。でそれは本当は、いい遺伝子を残して進化したいっていうことで、競争とか戦いとかっていうのが本能に組み込まれてるんだと思うんですけど、だからね、適正なルールの下で競争ってやった方がいいと思ってます。でそれがね、その肉体的な適正な感じでされないと、ネット上での競争とかね、すごく精神にも悪いじゃないですか。で人を叩いたらマウント取ったりするっていうのも、戦いっていうか競争なんですよね。もっとね、体育とかね、なんていうのかな、適正な規律を守る体育みたいなとかね、それはなんかその集団行動ですよね。でそういうことをするっていうのは、人間って野放図にさらしててもあんまりいいことなくて、自分で自分をまとめることができない大人って今たくさん増えているので、それよりはね、自由にさせようじゃないと私は思うんですよね。より集団で動くことの面白さとかね、組体操とかね、いいと思うんですよね。そういう文化はなくならないでほしいと思います。幼稚園の頃からね、みんなで同じように動くとなんか面白いよって、それもね、人間の性だと思うので、睡眠じゃないけど、睡眠の話って今国語から消えちゃったのかな。でもね、それも社会を形成する人間というものの一つの本質なんですよね。同じ周りを見て同じ動きをするっていう、そこに快感があるので。でそれだけじゃないんですね。だからいろんな性質を人間は持っていて、それを適正に解放したりとか使うことで、より個人が逆に生きやすくなるって私は思ってます。個人的な考えだけど。でね、自分との戦いっていうのは またいいと思うんですよね。努力するっていうね、とにかく楽に生きよう、楽に生きようってするとね、だんだんまとまりがなくなっていくので、自分と戦うっていうのもたまにはやるといいかなって思ってます。それはね、時間があったらジョギングすることだったりとかね、30分ぼーっとした方が楽だけど、こう自分をちょっと律してみるっていうのもね、一つの競争だと思うので、やっています。行こう。信号待ちです。体をね、エネルギーが余ったままだと眠りが浅いですよね。だからエネルギーをね、あんまり温存して楽な方へ楽な方にでもなくて、
まあ、ある程度使い切った方が眠りの質はいいので、まあ、それもなんかね、その人間の体の心理かと思います。なのでそのなんかね、頭と心が疲れてても、あの一駅歩くとかねっていうことを時々やってます。仕事の帰りにね。ね、それは一見だるいんだけど、トータルで見ると、まあ、調子がいいですね。いやだからね、メタバースとか、まあ、AI の進歩で足を使わなくなると睡眠の質が悪くなると思うんですよね。だから精神科に通う人が増えるっていうね。どうなんでしょう、うん、足は第二の心臓だと思ってます。とはいえあんまり激しいことするともう結構ボロボロポンコツなので壊れてしまうので、自分と相談しながらって感じですね。さあ今は朝で、通勤の人や車通りが結構多いです。さて行こう。ルドベキア可愛いですね。もともとね、生命を維持するとか生きること自体が外界のね環境との戦いでもあるわけで、あんまりやりすぎるとね、あの燃え尽きて鬱になったりするけど、そこからもう一度ね立ち上がるには、ある程度はその生きること自体、まあ、免疫もそうだしね、戦いなんだっていうことをねちょっと自覚した方がいいのかもしれないですね。わかんないけど、あの、ね、ちょっと狭い道ですれ違いだったので止めました。よし、もう近くです。帰ってきました。あの我々はね温室で生きてるわけじゃなくて、地球っていうのは暑かったり寒かったりいろんな外界の環境があるので、そこで体がいろいろね調節して生き延びてるっていうことなんで、それも一つのね競争っていうか戦いかなって思います。言葉をねその戦いっていうとちょっとなんて言うんだろう、嫌な感じに思う人もいるかもしれないけど、でも死ぬまでそういうことですもんね。じゃあ今日も良い日をね。またね、バイバイ。あの休むのも大事ですね。それは忘れないようにしたいです。休むとかね、ぼーっとするとかね、モードを切り替えるのはすごい大事だと思うんですよね。24時間戦わないからね。ネットが普及したおかげでね、休んでいるつもりでも休んでないことがあると思うんですよ。だからあの休むっていうのは本当に休むことで、まあ、ネットも見ない、ぼーっとするとかね、それはなんかある程度心がけないと、ネット見て戦ってたんじゃね、あの人の悪口書くのもそうなんですけど、戦っているわけなんで心が。休むっていうことに関してはね、ちゃんと考えた方がいいな、この時代って思ってます。ではでは、何回も終わろうと思って終われてないんだけど、またねー。